マルサンホビー動画チャンネルです。10月26日土曜日入荷の、新製品再入荷品のご案内になります。本日は、プラモデルの新製品再入荷品をはじめ、ミニカーの新製品などが、入荷してますのでぜひご覧ください。まずご紹介しますのがこちらになります。タミヤの350分の1スケールの、日本の、戦艦ヤマトです。こちらは価格が税込み 25,300 円になります。こちらのモデルはですね、タミヤの方が以前出してました350分の1のヤマトをですね、完全に、フルモデルチェンジでこう出したプラモデルキットになっています。以前のから比べまして、また新たにこう細かい部分のですね、詳細とかが分かってきたので、そういったところの修正やあとエッチングパーツなども多用し、さらにこう精密感が増しています。でこちらの方がですね、こう一部こう紹介になってますけど、まず大きな特徴としてはこの、ウォーターラインタイプとフルハルタイプと選べるようになってます。ですのでこちらで選べばこう洋上をですね、こう走ってるようなこうシーンをこう再現することができます。さらにこの上の建造物ですね、これもさらに今までと比べましてディテールやモールドが細かくなっています。で手法の方はですね、フルハル状態の方ですと、この下の部分のですね、このユニットの部分までがこうありますので、あと作った後もこの上からこうスポンとこう抜けるようになります。あとカタパルトとかもですね、エッチングパーツを使うことにより非常にこう細かいこう、モデルディテールを再現しています。で中に入っている部品がこちらになります。まずですね、結構大きいのでこちらの方にちょっと、出しますけれども、まずこちらの方がエッチング部品ですね。マストとかあとこう、いろいろこう細かい部品がここに入っていまして、あ、ごめんなさい、カタパルトは別でしたね。カタパルトはちょっと、エッチングの方にはなってないみたいですね。まあクレーンの部分とか、あとマスト、そういった部分がなっています。そしてですね、こちらの方が、まず甲板の部分ですね。でこっちが上の方ですね。これが甲板のちょうどこの真ん中の部分のところですね。そしてあと船体の方がですね、今回のヤマトはですね、こう細かく分割がされてまして、この、前側の部分とか後ろ側の部分でまずこういう風に分かれていまして、さらにですね、こちらですね、まあサイドの部分、こちらの方でもこう分かれているようになります。そしてこちらが船底の部分になってまして、船底の方はね、ここでちょっとこう、分割してるんですけども、さらにですね、今までのね、こう壁面はですね、こうただツルツルだったんですが、今回のはちゃんとこの板を何層にもこう張った状態をですね、こう再現してますので、そういったところのですね、こうモールドがこう追加されてます。こういったところがさらにその今までのこのモデルと違って、変更点になっています。そしてこちらの方がですね、同じくこう甲板の部分なんですけど、ちょっとこれ両面で貼り合わせちゃってますので見づらいところもあるんですけども、この辺のまあ甲板のパーツや、あとこの辺にもですね、こうこれがまあ、カタパルトがつく部分ですよね、後ろの部分と、ここがまた後ろの、上部の部分で、この辺にですね、こう内科艇とかがですね、通るレールとかがついています。あとですね、こういう手法のところですね、こうよくこう布の部分ですけれどね、この、海水が入ってこないようにするカバーなどもこういった部品で作ってありまして、でこういったところにはね、環境などのね、こう建造物のパーツなどが入っています。でこの辺もこう中央構造物のですね、対空砲とかがつく部分があったりとか、あとこちらの方がその対空砲とかのですね、部品ですね。あと副砲なんかもここについてます。でこの辺はかなりこう細いこう部品がたくさん入ってて、あ、これ後ろの、この内科艇とかのところのレールとかですね。あとこう細い、この辺もマストのパーツなども入ってますね。ここにはですね、まあ、前側の甲板の部分や、あとこの四方の部分の受けの部分とか、まあ、これが横のこの板の部分とかになると思います。そして、この辺にはですね、煙突などの後ろ側の構造物が主に入っていまして、で、この辺は多分この、船体つなぐところの補強のですね、パーツとか、あと、舵の部分の部品とかがありますね。で、こちらにはスクリューとか、ボートですね。で、あとここにカタパルトなどがあって、この辺が非常にこうちゃんと細かくこう抜けてるようになっています。で、この辺にはですね、こうボードターピットとか、ここにもボートがあって、あとこの、距離をこう測るこう装置とかですね、そういったのが入っています。で、こちらにはですね、三連砲などの部品が入っていまして、で、こちらは単装機銃の部品が入ってます。で、こちらは、こう、手法のですね、部品が入ってまして、これがランナーがこう3枚入っています。で、これがこう真ん中のですね、こう、環境とかが乗るところの構造物のところですね。で、ここには、艦載機が入ってます。
で、これが専用の先代になってまして、で、これがサーチライトとかのこのレンズの部分のクリア部品ですね。で、ここには、まあ、ポリキャップや、あとこのネジ、あと、こう、怒りを取り付ける、こう、金属製のチェーンなどが入ってまして、で、こちらにはですね、この日照機のこの、シールや、あと水転車シールがここに入っています。こちらのタミヤの350分の1スケールです。ドイツ戦艦、ビスマルクになります。価格は税込み、7150円になります。こちらの、戦艦はですね、こうドイツの飛行と言われまして、イギリス海軍とのこう激戦を繰り広げた、戦艦になります。作ると、大体全長がですね、70センチくらいになる、大型のプラモデルキットになっています。で、一応ちょっと、イラストですけどね、こう真上から見ると、このような、感じの、船体構造物がわかります。で、中に入っている、部品がですね、まずこちらになりますけれども、よいしょと。まずこちらにですね、こう専用のこう船台が入っていまして、おいてこちらが、船体パーツになってます。これがですね、こう作るとですね、だいたい70センチくらいのこの大きさになっています。昔はちょっとね、モーターライズで走ったもんで、ここに電池入れるこう、部分のですね、面影がまだ残っています。で、この辺にはですね、この主砲のパーツとか、まあ、中、この、中央構造物のね、こう部品などが入っていまして、で、こちらにはですね、マーキングや、あとこの甲板のパーツが入っています。で、こちらには、こう、煙突の部品や、同じくこう、中央構造物の部品などが入っていまして、で、こちらにも、こう、主砲や副砲、あと機銃、まあ、あとこう、測量機などのね、細かい、こう、部品が入っています。で、こちらの方がですね、中央の、甲板の部分になります。こちらもタミヤの350分の1の、潜水艦で、日本特型潜水艦の E400 です。価格は税込み5280円になります。こちらの潜水艦はですね、ここのところにですね、セーランという、こう、飛行機をですね、3機、こう、搭載していまして、まあ、要は、こう、遠方にですね、こう、飛行機を、こう、まあ、輸送する、まあ、奇襲作戦ですよね。潜水艦で、まあ、目的地まで行って、その近くで、こう、飛行機からの、こう、攻撃をするっていうことですね。で、こちらの方もですね、こう、わずか数分でですね、もう飛行するところまで、こう、状態を持っていけるという、すごい、こう、スピード感がある、こう、戦闘ができるようになっています。で、一応こちらの方がですね、まあ、ちょうどこう、スケルトンにした状態の、感じですけど、こんなように羽をですね、畳んで、こう中にですね、3機こういう風に収納してあります。そして、中に入っている部品がこちらになりまして、まずこちらがですね、このセーランの飛行機が入ってます。で、こちらの方が船体の部品で、ここにですね、こう上側とこう下側のパーツがついています。そして、ここにはですね、上のこう環境の部分の、部品が入っていまして、で、こちらにはその他のこの、火事とかのこう偽装パーツとかがこうついています。あと、この中にですね、こう、まあ、船台が入ってたり、入ってたりとか、あとこのデカールですね。で、ここにもちょっとこう、台の部品が入っていまして、そしてこちらには、こう、エッチングパーツなども、入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらです。こちらはタミヤの35分の1スケールの、第一次世界大戦の、イギリスの戦車の、マーク4メールのシングルモーターライズになります。こちらの方はですね、価格は税込み7590円になります。こちらのね、戦車は非常にこう、独特な、この、履帯の取り回しがしてまして、ここのですね、こう、まあ、俗にひし形戦車って言われるように、このひし形にですね、こう、履帯がぐるぐるぐるっとこう、一周こう回っている形になっています。で、こちらのものはですね、こう、シングルモーターが入ってますので、電池を入れて、こう、まっすぐこう、走っていく、仕様にもなっています。で、こちらがですね、まあ、それのこう側面の部分になってまして、前側に、砲塔と横側にもこの砲塔のこう部品が、パーツがついていたりします。そして、中の部品がこちらになりまして、この辺はこう、天輪などのこの部品が入っています。同じランナーが2枚ありまして、で、ここにはですね、この一個一個つなぐこう、可動履帯がついています。で、ここには、こう、ギアとか、あとこの、電池ボックスや、この、シングルモーターユニットが入っています。で、こちらの方には、こう、ギアがありまして、で、ここの方には車体があります。これは箱のように、こう、上下左右を組んでいく形になってまして、この下側にはですね、マフラーなどの部品もついています。で、こちらの方にはですね、横のところに、こう、大砲が出てる部分の、こう、出っ張りの部品がありまして、で、ここが、横側の、この、壁のところの、この部品が入っています。で、こちらの方も同じく、こう、横側の、こう、壁の部品になります。
で次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらはですね、富士見の、車のプラモデルのシリーズで、湾岸ミッドナイトの、シリーズになります。こちら、日産スカイライン GTR R33 で、RGO になります。価格が税込み3520円になります。一応今 RGO って言ったんですけど、みんな一応呼び名としてはロゴって呼んでたりしてたものですけども、ちょっと実際どれが正しいかがわからなくて申し訳ないです。で、こちら、写真がごめんなさい。完成写真がなかったんですけれども、中のパーツがですね、このようになってまして、まずこういった、ライトとか窓の、透明部品ですね。それでこちらの方が内装の、部品などが入ってまして、あとここにはですね、メーター類などの部品も入ってます。で、こちらには、ロールバーのこのパーツや、あとブレーキディスクなどのこの部品。はい。まあ、そういった、で、あとシートとか、まあ、ここにもなぜか内装パーツが入って、また入ってますね。それで、こちらがゴムタイヤと、あとマフラーの部品とかが入ってます。で、ここにはホイールが入ってまして、で、ここには、あとフロントバンパーとか、こう、ラジエーターの部分があります。で、こちらは後ろの座席とか、ステアリングパーツがあります。で、こちらに、ボディーパーツが、入っていまして、まあ、先ほどのこのバンパーの部分を取り付けるようになります。で、こちらにも、シャーシや、あとシート、あとマフラーや足回りの、部品が入っています。そして、こちらに、水転車、シールが入ってまして、あと、こういったね、劇中に使ってますね、この、ロゴのマークがついています。そして、次に、ご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方も、富士見の、24分の1の、湾岸ミッドナイトシリーズの、FD3S RX7 の、RGO のマサキになります。こちらは、価格が税込み3520円になります。こちらの方もですね、こう、劇中に登場します、こう、RX7 を、再現した、プラモデルキットになっています。で、こちらのですね、中の、プラパーツは、こっちのようになってまして、まずこう、透明のですね、ライトや、あと窓などのクリア部品。あと、こちらにはシートや、あとこの、ウィングなどの部品や内装、あとマフラーの配管のパーツなども入ってまして、で、こちらには後ろの座席とハンドルが入ってます。で、こちらには、ゴムタイヤがついてまして、で、ここには、ホイールですね。そして、あとこれがシャーシになります。で、こちらにも、マフラーや、あとこの、シート、あと、ステアリングパーツがついてまして、で、こちらの方が、ボディーパーツになります。で、こちらの方には足回りの、部品などが入っています。で、こちらには、まあ、ロゴのついたこの、水転車シールなどがついています。で、次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方はですね、グッドスマイルカンパニーの、プラモデルで、こちらの方は、ブルーアイカイ、ブルーアカに登場します、回転 RX マーク0という、こう、プラモデルキットになっています。価格が税込み、9790円です。こちらのモデルはですね、この、お寿司をモチーフにしました、5体のロボットが、こう、合体して、このような状態になります。まあ、一応こういったですね、マグロなのかと思うんですが、あと、エビとか、この辺は何なんですかね、カッパになるんでしょうか。あと、ウニとか、卵ですね、こういった感じになってまして、これが、中に、こう、こういった、風に合体していろいろこうアクションが、取れるようになっています。一応もう一つこの辺ですね、こう胸が開いて、あとこう武器が出たりとかしてまして、あとこれが一個一個のこの横の大きな写真になってます。で、中に入っている部品がこちらになるんですけれども、まずですね、こういった、各こう、まあロボットのですね、こうパーツになってまして、この辺にはこうピンク色の部品や、ちょっと茶色い部品、あと黒いこれ関節の辺の部品だと思うんですけども、こういったのがありまして、で、一部こういった塗装済みのこの部品なども入っています。で、この辺にはですね、ちょっと白い部品が入ってて、これが盾とかなんですかね、あとエビの部品とかなのか、まあいろいろこういった、中の、こう構造のパーツなども入っています。で、この辺にもですね、ちょっと青っぽい部品とか赤い部品があり、で、この辺も中の多分こうフレーム関係のこの部品になると思います。そしてここには、こう、各こう部分のこのシールが入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方になります。こちらの方はですね、ことぶき屋の、多物用のこうパーツになってまして、マルトイズの多物タイプ S 用のパーツセットです。価格は税込み、2860円です。こちらは以前発売されました多物 S の、多物タイプ S のですね、パーツをですね、バラ売りにした、商品になります。
色はですね、この今度はこれグレーの、こう成型色になってまして、一応こちらの方がですね、まあ様々な使用例になります。パーツとしてはこのような内容になってまして、まあドローンとか、あとこの、ペイント弾発射装置などと、あと装甲パーツなどがついています。あとですね、ことぶき屋のいろいろな、シリーズのこうプラモデルが出てますから、こういった、フレームアームガールに使ったりとか、こうマルトイズシリーズのノセルに使ったりとか、まあ、して、まあ、カスタマイズの部品として使うことができます。中に入っている、部品がこちらになるんですけれども、こういった、こういったですね、こう装甲のところの、グレーパーツや、あとドローンのパーツがありまして、でこの辺にはジョイント系のグレーパーツや、あとバイザーなどの透明部品。で、この辺にはですね、ちょっと内、まあ多分ドローンの方の内部パーツになると思うんですけど、こういった、部品が入ってまして、あとこちらにもですね、前側とかのこの、装甲パーツなどが入っています。こちらはことぶき屋の再販品になります。女神デバイスシリーズのアスラ、忍者になります。こちらは価格が税込み、6920円になります。こちらの方は各部稼働する、アクションフィギュアになってまして、前回ですね、アスラの忍者カナメというのが出たんですけども、それのですね、こう武装としてこう、このですね、パーツをですね、こう取り付けることもできますので、そちらの方の、商品をお持ちの方は、ぜひこれのですね、組み合わせてみてください。で、こちらがメーカーで組み立て、完成したモデルになってるんですけれども、まあ、こういった軽装モードにですね、こう部品をつけることにより、様々な形態を取ることができます。さらにはですね、こう色プラの方になってますから、着色しなくても、ここまでのこうカラーリングがこう再現できるようになってます。あと、プリント済みのフェイスパーツもついてますので、こちらの方から選んでこう取り付けることができます。で、中に入っている、部品がですね、こちらの方になりまして、まずこういったですね、この素体のこの黒い、部品の部分と、髪の毛のこの茶色いパーツですね。で、こちらの方には、まあ、ジョイントなどや、あと体の白い部品が入ってまして、で、この辺にもですね、こう素体の方のこの、こうパーツ、足の関係だと思うんですけど、その辺のパーツがあって、で、この辺にも、素体系のこのパーツが入っています。で、こちらは、素体のこの肌色のこうパーツで、お腹とか足とか手とかのところになります。で、この辺は、武装の、装備品のですね、赤い装甲パーツがありまして、で、この辺はこれ剣とかのこう武器の部品とかがあって、ここにも肌色のこの部品があります。で、これが多分手首のジョイント系の部品と、あとこの武器のですね、こう、区内とかの、パーツです。で、ここもこう赤いこう装甲のこう部品と、同じくこれも赤い装甲部品ですね。で、この辺は黒いこう装備の部品の方になりまして、で、この辺は、まあ、ジョイントの関係の部品になります。で、こちらには金色の部品。これがディスプレイスタンドのこうベースが入っています。あと、こちらには、各種こうハンドパーツが入ってますので、これでこう、いろんなポージングとか、こう武器を持たすときに使います。で、こちらにも同じく、こう、様々な形のハンドパーツが入っていまして、で、こちらの方が、こう、プリント済みフェイスパーツの方になります。これが3種類入っていまして、そして、あと、ここにはですね、こう、ボディの方の、こう、一部、こう、プリント済みのパーツが入っています。あと、こちらに、こういった、専用の水転写シールも付いています。で、次にご紹介しますのが、こちらの方はですね、こう、よいしょと。こちらは、エクトイズのシリーズになりまして、こちらは、ANA のウィングコレクション6になります。こちら1個の価格が税込み858円になります。こちらのモデルはですね、こう中にこう何が入っているかこうお楽しみのこうタイプの、ブラインドボックスになってまして、中にはですね、このような機体が入っています。ボーイングの787の、10のトリトンブルーや、ボーイング737-800のトリトンブルーや、ボーイング777の、200の ANA や、あとボーイング737-800、あと、ボーイング787のトリトンブルート層とか、あと、こう、ボーイング787-8のエアジャパンなどが入ってますので、中からこう何が出てくるか、ちょっとワクワクしながら開けてみてください。これからは、ミニカーの、ご紹介になります。まずはですね、こちら18分の1スケールのオートアート製の日産フェアレディ 240Z、西部警察の、スーパー Z になります。こちら価格が、税込み41,800円になります。こちらのモデルはですね、伝統的なアクション刑事ドラマの西部警察に、登場するスペシャルマシンのスーパー Z をですね、オートアートが、こう、特許をですね、ちゃんとこう取得しまして出した、モデルになってます。コンポジットダイキャスト製になってまして、ボディの方はですね、割とこうプラスチックの方を使ってるんですが、それに、そのおかげでですね、非常に、こう、モールドとかがですね、細かく、こう出てるのも特徴になります。
あとこちらのですね、まあ、車ちょっと、テープで止めちゃってますのでなかなか改変ができないんですけれども、ここの特徴的なですね、こうガルウィングの、ドアですね、こういったのもちゃんとこう開閉ができるようになってまして、でこのルーフのところですね、回転ドア、これがですね、一応こういこういう風にくるっとこう回してこう出てくる、こういったアクションもあります。さらにはですね、このボンネットの上についてます催涙弾をこう発射する部分ですね、これはですね、ちょっとこの、まあ、細いもので動かすのはおかないもので、ちょっとオミットしますけど、ここをですね、ちゃんとこう左右にこう動くように、なっています。そういったですね、非常にあの、実車のですね、もう、こう、アクションにですね、こう、こだわった作りになっておりまして、もう、とにかく、こう、細部もですね、当時の、あの、こう、ドラマにですね、登場してた、状態をそのままにこう再現しています。この、ゴールドで、この黒のツートンのカラーリングも非常に特徴的になってまして、当時のですね、あの、こう、ちゃんとつけてたナンバープレート、こういったところも、こう、再現してるのも大きな特徴です。で、ちゃんとですね、ボンネットの中にはですね、エンジンも、入ってまして、この、2.8 リッターの直列6気筒の、エンジンですね。こういったのも入っています。そしてですね、中のですね、このコックピットの中の、こう、この、いろいろですね、こう、警察無線とかそういった細かい部分、そういったところも、ちゃんと再現してますので、本当にマニア垂涎のこのミニカーになっています。さらにはですね、この、ちょっとこう、袋越しになっちゃいますけども、このちゃんと団長がね、ダイモン団長が代用してました、レミントン M31 のライアットショットガンも付属してますので、こういったのをですね、ちょっとこう、助手席のところに置いとくと、さらにそのドラマのところのワンシーンで、こう、再現できるので、ぜひ、こちらの方もですね、コレクションの一つにして加えてみてください。こちらは KK スケールの、18分の1スケール、ロータスエスプリターボ、1981年、ホワイトレッドです。価格は税込み 17,380 円です。こちらのモデルはですね、ダイガスト製のミニカーなんですけれども、ボンネットとかですね、ドアの開閉とかはですね、こうしないタイプになっておりまして、その代わりすごくこうお求めやすいこう価格になっています。こちらのモデルはですね、割とこうシンプルなこう作りで定評がありまして、まあ価格もですね、こう今こう結構ミニカーっていうのは高騰しておりますので、その中でこの、まあ2万円を切ってる価格のこうミニカーというのはですね、本当にこうなかなか希少には今なってきております。で、こちらステアリングもですね、こうちゃんとこう稼働するようになってまして、で、室内の方はですね、こういった茶色い一色のこの、室内になってまして、割とこう落ち着いたラインになってます。で、横にはですね、こういった、レッドのラインが入って、ていますので、まあ、白ではなくてこういうちょっとワンポイントがありますので、こういったところもですね、ポイントの一つになっています。で、次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらはですね、レイズのですね、43分の1スケールの、トヨタクラウンの、2022年兵庫県、警察の交通部交通機動隊車両の覆面の銀色になります。こちらは価格が、税込み8580円になります。こちらはですね、こう警察車両とかをね、こうよく出してます。このレイズの方からの新しいこうミニカーになっています。で、全体的にちょっとよく見ていきますけどね、こういった、こう、グリルの中にですね、この赤色灯とかがちゃんと入ってたりとか、で、このこちらが右側になりますけれども、まあシルバーで割とこう、まあ普通の覆面車両なもんですからね、割とシンプルな、こう作りになっています。で、こちらが左側になりまして、で、上のところのですね、こう赤色灯のところが、なんか上のカバーがこう横にスライドして、こうポンとこう出てくるような、ギミックになってるみたいなので、そういったところをちゃんとこういうふうに、こう再現しています。さらにこちらの方にはですね、こういった、透明のケースが入ってますので、これでホコリ対策になって、こうちゃんと飾れるようになっています。で、次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらはですね、ホビージャパンの、64分の1スケールの、トヨタ MR2-1600GT リミテッドの、スーパーチャージャーになります。こちら価格が税込み3740円になります。こちらのモデルはですね、ちょっとここカラーリングがこうグリーンと、シルバーのツートンになっていまして、で、ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、こう後ろのですね、このエンジンフードのところが開いてまして、ちゃんとこれエンジンがこう再現されています。こういったちょっとね、細かいところがですね、ワンポイントになっている、64分の1のこうミニカーになっています。そして次にご紹介しますのは、まあ、こちらもですね、同じくホビージャパンの、64分の1スケールの、トヨタ MR2 の 1600G の、リミテッド、スーパーチャージャーで、これはカラーリングが白の方になります。こちらもですね、先ほどと同じように、このエンジンフードのところがですね、こう、開閉ができるようになってまして、ちゃんとこうエンジンがこう再現、されています。こちらはですね、こう単色のこの、白になっています。そして次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらはですね、ミニ GT のシリーズです。64分の1スケールの、ポルシェ 911GT3R のイムサ、
セブリング、12時間になります。ちょっとこちらの方のですねモデルはシュリンクパックされちゃってますので、ちょっとこの、中に入ってる、ミニカーの写真がこちらになりますが、これはちょっとねグリーンの、ポルシェの、ミニカーが入っています。で次に、ご紹介しますのは、こちらになります。こちらがですね、はい、これはホビーマスターの72分の1スケールのダイキャストの、あの飛行機になります。こちら SU-34 の、フルバック、ロシア連邦空軍の、ウクライナ2023年です。価格は税込み 23,980 円です。こちらのモデルはですね今のこのウクライナ紛争の、間にですねちょっと使用されています SU-34 をこう、モデル化した、ダイキャスト製のミニカー、あのミニチュアの飛行機になっています。でちょっとですね、この本体を、出していこうと思いますけども、ちょっとこう結構ですね、こう神経使いまして、こういった細いこうピトー管などもありますからね、で先、まあちょっと気をつけていただいて、このところにアンテナのようなこうパーツもありますから、ちょっと非常に気使います。で、カラーリングはですね、この、この緑色のですね、この、3色のこの迷彩のカラーリングになっていまして、で、こうちゃんとね、アフターバーナーのところとかも、再現されています。で、こちらが裏面になっていまして、でこういったところにですね、こうミサイルやこうあと着陸させるためのですね足のパーツとかも入ってますので、まあ、飛行状態か着陸状態かを選ぶことができます。でロシアの飛行機はですね正面から見ていくと、こうすごく薄くてですねエンジンがこうの、このインテークがこうポンとこうつい下に出てるだけでこう本当にこうすごくこう薄いのが、まあ、このロシア機のね最近の特徴になっています。そしてですねあとこちらの方にはですね、まあ、いろいろな付属品がありますけれどもね、こういったミサイルとか、あとこの、着陸した時のですね、この足のこうパーツですよね。これ前後ろがありまして、あとこれがね、あの、蓋のところですね、この、まあ、足の部分がですね、こう出してる時と閉めてる時のこの蓋の部分や、あとこの辺にも、まあ、ミサイルが入ってまして、あと、これがですね、専用のですね、この、こう台座になりますから、これで飛んでるところをですね、再現するように、飾れるようになります。で次にですね、ご紹介しますのは、こちらの方ですね。はい、よいしょと。こちらの方が、F-22 の、ラプター、ホビージャパン、ホビーマスターの72分の1の F-22 ラプターのアメリカ空軍第、412、試験航空隊になります。こちらは価格が、税込み 21,780 円になります。こちらのモデルもですね、あのアメリカのですね、こうステルス戦闘機のラプターを72分の1の、金属製のモデルとして再現した、モデル、ミニチュアモデルになります。でこちらの方がですね、まあ、中に入っている本体になりますけれども、まあ、カラーリングとしてはですね、グレーのですね、こう2色迷彩にちょっとこういう薄いこう青のまたラインとかがこう入っています。でこちらもですね、こう非常にこう薄いこう機体になってまして、そしてまあステルス機ですのでね、こうあんましこう凹凸がこうなくて、こう要は電波のですね反射とかをこう少なくしているのがこう形としてこう見えるところになりますね。でこういった中の兵装のですね部分ももう完全にこうカバーしちゃいますので、こういったところもですね、もう全然こう出っ張りがこうなくなるようになっています。そしてこのアフターバーナーのところもですね、こう形がちょっとこうラプターの場合独特で、この三角形のですね、こう出口になっています。で、水平尾翼はですね、ここをちょっと稼働するようになっています。そして、一応こちらの方にもですね、いろいろこう装備品がありまして、こういったあの着陸した時にですね、こう使うこの足のパーツや、あとこの爆弾やこうミサイル、こういうのがたくさんありまして、で、増装タンクなども入っています。でここにもですね、こうミサイル、これは兵装庫のところからこう出てくるこうミサイルを再現したものになってまして、こちらの方にもですね、こう兵装庫のこの蓋の部分ですね、これも、閉まった時と開いた時をこう再現できるようになってまして、で、あとコックピットのところはこう開いてる状態と閉まった状態を再現できるように、あの2種類入っています。あとそれに搭載させるこのパイロットのフィギュアもついていまして、で、あと、こちらの方がですね、飛んでるときにですね、こう再現する、専用の台座がついてますから、まだ着陸した状態と飛んでる状態が、再現できるようになります。以上が本日、入荷しました、プラモデルや、ミニカーの新製品になりますので、ぜひお客様の立ち寄りをお待ちしております。入荷した商品はどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。